はい、こんにちは。札幌占い美容師早川慎太郎です。今回はちょっと清純派なクラー髪にしたいということなのでですね。はい、もともとモデルさんもう出来上がっちゃってる感じなので、まあ、ね、このままでもいいかなって僕は思ってるんですけど、ちょっと暗くしてくびれヘア、くびれヘアの作り方、今日だから前髪のバングから、長めのバングなんですけど、そこから韓国っぽいあのレイヤーの超簡単な切り方と、くびれの超簡単なやり方みたいなのをお伝えできればいいかなと思います。黒染めじゃないけど、透明感ある暗くしたいんで、透明感がある感じの暗めにしたいんで。はい、そうです。そうだよね。で、そういう人多いと思うんですよ、たまに。で、そういう時にもう鉄板でこれ使えばいいよっていうレシピがあるので、で、あともう一個が言ってたのが、この辺の結構コテでこうやって押さえてるのね。はい、そうです。コテでこうやって押さえてて、今収まってるけど、もうここのこの皆さんは多分動画で見えないけど、ここにめっちゃいるんですよ。この辺もわーってアホ毛さんたちが。これを押さえるのにモモンガオイル還元剤を使います。で、カラーしながらトリートメント、髪質改善のトリートメントをしながら、まあ、同時進行で進めていくっていう感じでいきます。シャンプー台でカラーも塗る、シャンプー台でカラー塗って席で根元塗るみたいな感じなんで、結構シャンプー台でほぼやっちゃう感じなので、そんな感じで進めます。鉄板レシピはいつも使ってる A-MIX になります。で、A-MIX 使えば大体うまくいきます。で、A-MIX、 これは等倍の 3%、 それに、アホ毛を抑えるモモンガオイル還元剤を、テンパ10杯入れてます。で、根元の方の方がどっちかっていうと少し遊んじゃう毛が多いので、さらに 10% 足して、あとでこれにブルーブラックを入れて根元を塗るっていう感じで、根元の方が若干還元力が強いってことになります。ドライの状態でつけてから水をつけた方が結構浸透が良くてしっかり染まります。で、毛先の方はあまり染まると暗くなっちゃうので、先にもここだけ濡らしといて染めた方がいいんで、どういうことを言ってるかっていうと、根元からここまでは濡れてません。で、ここから毛先はシャンプー台に濡らしました。水を含ませます。まあ、毛先が落ちてもピールメッシュのやり方で取れるんですけど、まあ一応ちょっと毛先沈んじゃうと嫌なので、毛先だけ濡らします。はい、このままどか付けします。根元は後でまた残液でつけるんで、残液を残しておいてください。毎回言われてた、長いねって、もう分かってるよって。確かに、なんかさ、昨日さ電話かかってきてさ、チョコプラ、チョコ、あ、はい、チョコプラなんちゃらっていう芸人の人がいるんだけど、先週会いましたよ、チョコプラと。ね、ちょっとね足りなくなっちゃったんで、根元別にもう一回作りました。で、根元別に作る時の作り方はブルーブラックにオキシ2倍から3倍です、ね、それだけで大丈夫です。 BB 単品でそれにオキシ2倍から3倍ぐらい、このアホ毛を抑えていきたいんで、ここは 20% ちょっとこのモモンガオイル還元剤を配合します。はい、ここに入れる感じです。で、これを混ぜます。ほい、虫が、何なの、一匹だけですよね、しかも一匹です。ちょっと暗殺です。ちょっと今ここについたら一緒に塗り込むから髪の中に、髪の中で窒息させる人の一番効果ありそうですけどね、一番効果自分の手は汚さない人の頭の中で虫を通す。でも怖いんだけど、そのカラー剤の近くにそのバレンシアガのバッグがあるってのは。せっかくなんかそれ隠しといた方がいいですか。うん、ちょっと待って、本当に若干怖い。めっちゃ安全ですね。絶対大丈夫。やっぱあれ、そういう買って、そういうバレンシアガとかさ、いろんな買ってもらったものってすぐ質屋に売ったりする、はい、買ってもらったもの自分で買いました、これは自分で買いに行きました。すぐ質屋とかに入れるわけ。そのなんかもらってる手でやめてください。でもちゃんと大学生になれました。あ、そうなんだ、すごいね。はい、ですよね。自分でもびっくりしました。なんかさ、一個さ、はい、極めれば。なんですか。今さ、ミニ四駆ってやってるんだよね。何ですか。ミニ四駆って知ってる。わかんないです。大人が意外とハマってるんだよね。プラモデルを作って走らせるんだけど、はい、結構暗いでしょ。その
ミニ四駆とかでも意外とちょっと可愛い子がそれをミニ四駆やってたらもうめっちゃファンがバーっていくだ。それで特化したものに、はい、なんだろうね、まあ、例えばさ釣りとかさ、男性が好きそうな釣りをめっちゃ釣り詳しい子とかだと多分バズるんだよ。へ、ただ普通可愛い子だと結構やっぱ多いかな。でもなんかいけそうな気がするけどね。ミニ四駆、いやミニ四駆じゃなくてミニ四駆もないか、まあ、ミニ四駆入ったら入ったら人気出そうだけど、まだ人少ないから。ミニ四駆じゃなくてもさ、なんか山登りとかさ、なんか体動かす関係はさ、みんななんかそういうモデルさんとかやってそうじゃん。はいはい、確かに。なんかちょっとね、それのギャップがある。僕はね、絶対すごく暗いやつとかいいと思うんだよね。なんかミニ四駆みたいな、その暗いやつ、絶対そういう人がいないっていうギャップがいいと思うんですよ。え、この子そう、こういう風に見えても実は興味あるんだみたいな。あ、だからちょっとオタクがやってそうな、ゲームとかだね、ゲーム多いじゃん、ゲーム実況とか、そういうんじゃなくて競輪、まあそういうのでもね、おっさんのファンとかが増えるかも。競輪を、競輪めちゃ、でもお金かかるね、競輪を結構予測する女の子とか、結構それなりに勉強しないとダメなこと、ね、うんうん、競馬いますもんね、可愛い子いっぱい。競馬とか多いかな。競輪もいることはいるけどかね。お宅に聞きまくります。ああ、いいんじゃない、趣味は。確かにいいかもしれない。お宅に聞いて、そのお宅の趣味で自分がこれ面白いいけるかなと思ったやつをちょっとかじってみて、嫌だったらやめるみたいな。はいはいはい、いいですね。で、一人お宅、すげえお宅のやつを友達にして、そのお宅にかなりすごいところまで聞くっていう。かみってるところまで聞いて。はいはいはい。今日これそんなに見せるところがないんですよ。僕もなんかもうちょっと気が抜けちゃって、ちょっと見せ場がないっていうね。今ここ根元の方に、安定のブルーブラックを騎士3倍のものを入れて、それにモモンガオイル還元剤を、20% 入れました。それをここ塗って、ここはシャンプー台で A ミックスを塗ってるところですね。はい、あのリフトする必要もないんですよね。リフトしちゃうとオレンジが出ちゃうんで、まあ、ブルーブラック塗ってると大丈夫なんですけど、ラップもしなくていいので本当にやることないんですよ僕が。あとカットのところぐらいですね。このままちょっとあと5分ぐらい置いて、まあシャンプーしようかなっていう感じですね。シャンプーが終わりましたら、モモンガオイル還元剤はカラー剤に混ぜて塗布してますので、ここからはモモンガトリートメントのみ、モモンガパウダーですね、これをちょっとつけます。バーッとモモンガ水ですね、つけて、でよりちょっと吸収率を高くしたエタノール水をつけます。ちょっと吸収を高めるのに、はい、このような感じにして張り腰をしっかり出して、まあアホ毛のねケアもちょっとしていけるようにしていきます。はい、このように循環をさせていきまして、でモデルさんぐらいあの髪が長いと作業効率下がるんで、リンスを四季のトリートメントをつけます。はい、ショートの方はつけないでそのままムササビクリアコートをつけていただければ大丈夫です。ロングの場合結構水分あった方がいいんですけど、こちらムササビのクリアコートをつけます。まあ僕このぐらいだと10プッシュやってますね。はい、これを中間から毛先にの方にちょっとつけていきます。流さないトリートメントなのでこのままにして終わりです。すごいね、出てきた。これいらなくない？袋いらないよね。え、なにこれ。お、くっついた。すごい。これなんかお手入れしてますか？なんかほこりみたいな。あ、そうなの。ここやんないと結構取って、はい、ここ取るでしょ、うん、取って、あの一番いいのはこの中を濡らしながら歯ブラシでやると、すごく取れやすいかも。やっぱり溝が、はい、今これも汚れてるんだけど、隙間がないと吸い込む力が弱いんで、ちょっとパワーが弱くなっちゃう。歯ブラシはめっちゃ弱いなって。そうそうそう、これ点滅しちゃうんだよね。あ、はいはいはい、はい、それじゃもうアウトですか。アウト、すぐやんなきゃ。
やんないとね。そう。やります。そうそう。点滅してます。歯ブラシ、あ、点滅してる？してます。これもちょっとして、こっちもしてるんだけど、はい、やっぱり歯弱いもんね。あはい、今乾かしたんですけど、乾いた状態で、まあ、結構収まってはいるんですけど、この状態で紙質改善のアイロンをちょっと入れたいと思います。まあ、至ってただ入れるだけなんで難しくはないんですけど、カットする前にちょっと一回入れちゃいます。簡単に。でそれからちょっとカットしていきたいと思うの で温度を上げすぎると色飛びしちゃうので、あんまりこれじっくり入れると A ミックスの色味が飛んじゃうので、この範囲ですごい的中率。その状態のやつをこのまま使う。いやいやいや虫ジューしたやつ。虫ジューしたやつ、はい、言い訳じゃないけど虫結構使うんだよね。ツヤ出しとかで、ツヤ出しとか、あとトリートメントで、そうなんですか。セラクっていう成分があるんだけど、それ、はいはい、貝殻虫っていう虫、気持ち悪い虫。こっちにいる貝殻虫ですか。はい、なんだか貝殻虫、なんかそのような名前で、ちょっと気持ち悪い、木に生息するんだけど、その虫から作ってるから、あ、それこそそのセラックって、はい、丸いガム、わかる、丸い、わかります、わかります、丸いいろんな色のやつ、あれの表面、そうだよ、あれ虫で、虫なんですね。そうそうそう、丸っぽいこうチューインガムみたいな、あれの周りのパリッとしたとこあるじゃん、あ、はいはい、なんかガチャガチャとかであるやつ、そう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 、あれの表面はセラックの虫、虫なんですね。そうそう、あれ虫です。紙質改善すごい気になってるんですけど、はい、どうなんですか。あれはツヤツヤになりたいんですよ。誰もがえ、めっちゃツヤツヤじゃねって思うぐらいのツヤツヤになりたくて、はい、あのすごいいい質問じゃない。本当ですか。紙質改善実際そこまでいけるのかなっていう、ね、宿毛じゃなきゃ無理なのかなって。そうなんですよ、ね、何が違うのか。確かに教えてください。はい一般的に髪質改善っていうのはちょっと、はい、まず答えから言うとできないです。サラサラには。あ、そうなんですね。はい、一番と手っ取り早いのは宿毛矯正をめちゃくちゃ上手い人にかけてもらうのが一番です。それが理想。あ、それが理想だと思います。その理想がね、それもそんなピカピカなサラサラじゃないよ。でピカピカのサラサラのやつっていうのは、はい、あれはもう美容師さんの方がそういう風にツヤ出しスプレーとかつけてアイロン入れて作ってるだけのものなんで、実際に乾かしたらなるものではないんです。そういうものはない。そうなんですか。よく TikTok で、はい、あ、そうです、そうです。あれも全部演出です。全て演出なんで皆さん騙されないでください。まあ僕もそうしてる時も今、まあ、僕もねこの髪質改善みたいなのをやってるんですけど、違いってあんまりちょっとよく分かんない感じで、普通のトリートメントでも髪質改善って言ってたりもするんですよ。へえ。僕のセオリーで言うと髪質改善っていうのはサラサラにするのも一つなんですけど、髪を変え、形状をちょっと変えないと結果変わんないと思うんですよ。例えばちょっとモワモワって毛があったりとかするとツヤ出ないじゃないですか。サラサラにできたとしても毛の形状を変えないとダメだから、そうなってきた時に毛の形状を変えれる還元剤っていうものを使ってるものが髪質改善って僕の中で思ってて、でもトリートメントで髪質改善って言ってるところがほとんどなんですよ。だから結構騙されるんです、みんな。髪質改善行ったって言って、まあ、酸熱トリートメントみたいな名前のやつ聞いたことあると思うんですけど、まあ、ああいうのつけて、で、あんま変わりませんと。ツヤツヤの写真載ってるけど、あれにしようと思ったらなんないと。へぇ、でもなんないんですよ、残念ながら。なんですね。そう、っていうことは、一番いいのは宿毛矯正がいいです。へぇ、やっぱりそうなんですね。そう、みんなが振り返るようなやつ。いや宿毛なんですね。でも、わかるよね、そういうのやりたいよね、サラってやつね。いや、そうです、サラってやりたい。あれは毎朝みんなアイロンを入れてます。ツヤ出しスプレー、まあ、こういうスプレー
スプレーを使って、はい、結構長いです。乾かすのも結構きついじゃないですか。そうですね、巻くのもやっと慣れてきたぐらいで。そうですね、大変でしょ、巻くのも結構。そうですね、最近やっと10分でも来た時すごい上手に。え、本当ですか。うん、全然上手いと思う。でも今日はあの後藤さんにお会いするということで、はい、ちょっと念入りにやりました。なんで下手って思われたくないから。ああ、そういうことか。はい、結構ぐちゃぐちゃで来てほしくて。できればビフォーアフターだったらもう、はい、ビフォーの方がいいじゃんっていう感じになっちゃう。ああ、今度からそうしますね。そうなんでお願いします。はい、ストレート何もしてない状態で来ます。そうそう、ボサってきたやつの方が。わかります。お風呂上がりの乾かしたまま来ます。そうですね、それの方がいいと思います。はい、ノーメイクでね。いや、それきついですね。髪やっていただいてる最中に化粧するみたいなことですか。最後仕上がる、仕上げる前にどんどんできていく。徐々に。でもそんなさ、やってないでしょ。化粧ですか。うん、バリバリしてますよ。それしてんの。え、どういう顔なの。すっぴんですか。うん、写真見せて。写真見たい。写真すっぴんの写真、幼くなるねって言われます。写真ないの。探します。あ、本当探してくれんの。はい、いいよ、無理しなくていいよ。いや、なんなんですか、めっちゃ。いや、見たいけど、だってそんな申し訳ないじゃん、無茶ぶりだから。え、ないですね、多分すっぴんの写真。一番どこに、入れたいかっていう、アイロン入れた方がいいかっていうと、ここでちょっとこうやって出していくと、あ、今、ハイカイの毛、この子たちの毛先がアホ毛になってるんだなっていうのが大体想定つくんですね。で、大体まあ同じ周期で伸びてますから、まあ、この辺、これが伸びてる、この辺に層が溜まってるっていうのが分かります。で、この辺が多分、あさあさってなりやすいエリア。ちょっとこの子の毛先が、この子たちの毛先がこの辺に溜まってるはずなんで、これがですね。で、さらにまあ短いのもこう、今生えてきてるんですけど、まあそこはちょっと根元側なので、まあこの子たちをきれいに、これ中間とかっていうよりもこの毛先あたりをやらないと収まっていかないので、そうなるとこの辺をしっかり入れるって感じになります。まあ、もちろんこの辺はね、短いやつがこうイレギュラーに入ったりするんで、この辺ももちろんやるんですけど、あとはこの辺とかをちょっと振りながら、空気で冷やしながら、こうしっかりやっていくと、結構毛先の、先ほどの見せた毛先のところに熱が当たるんですね。そうすると収まります。はい、じゃあこれから、簡単なレイヤーの入れ方をやりたいと思います。まずで、指4本分、奥行きが4本分で、目尻じゃない、黒目の外側の延長線上っていう形でまずベースを作ります。 R2 セニングを使って切るんですが、これはごまかしで後で困んないんですよね、ラインできないんで。で、多分まあこの辺かなと。で、ここがこうなって少し R が入るくらいだから、まあ、この辺ですねっていうのが分かります。そしたらここをキュッと持ち上げて、このまま、イングラに R した状態で、ちょっと今見えてなかったですけど、 R した状態で持ち上げてって、セニングをカチ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 って入れていきます。もう一回やると、リフトしてここをキュッてリフトするんです。ここでイングラのコンベックスを作って、でさっきこの辺の位置だなっていうところから開閉をしながら徐々に滑らしていきます。これ止めないで切るんですよね。止めないで切ります。こういう風にずっと逃がして切ります。この角度をキュッとやったら、このまま逃がしてこういう風に切っていきます。そうするとラインが出ないんですよ。なんとなくの回路が作れて、で、それと合わせていくだけなんで、すげえ簡単です。はい、バックから2つに分けます。そしたら全部前にオーバーダイレクションさせてください。落ちる位置ちょっと下向いてもらって、このぐらいですね、斜め下見てもらって、そのままこっちに真ん中から分けたやつを下ろします。いいですかね。で、先ほど作ったガイドはあるじゃないですか。リフトして作ったガイドにただつなげるだけなんです。超簡単です。オーバーダイレクション前になってるんで、バックに行くに従ってレイヤーが入っていないっていうスタイルができるんです。顔周りだけスタイルが入ってるっていう状態が作れるので、バックのやつを前にオーバーダイレクションしてますから、センターはほぼレイヤーが入らない状態なんですね。だから後ろに行けば行くほど段がなくなるって感じです。はい、で、どうやるかっていうと、これはサイドチェンジするだけなんですけど、
前に持ってきて、これロングコーンを使い、わかるかな、ちょっとこの正面の方がわかるかもしれない。でこのまま、はい、で先ほどのガイド、このままこっちに、ちょっと頭から持ってくださいね、はい、先ほど作ったガイドがあると思うんですけど、ここですね、このガイドからつなげていくんですよね。でこのままこれをこっちにサイドチェンジをしていきます。そしてここの角をカットしながら、見えてないですか、止めないでこれもずらしながらカットしていくとつながります。でちょっと軽くしたい場合は、これをさらに、ごめんなさい、大丈夫ですか、はい、この前じゃなくて少しこの開いたところ、顔のこの真横に開いたところですね、ここじゃなくてこの位置でやることによってより、軽さが出ます。なんでかというとここだと一番後ろのやつとかももうかなり前にグッと持ってきてる状態なんですけど、こっちにすることによってちょっと軽さが出ますよね。そのぐらいもでやっても大丈夫です。ここからいいですか、今度サイドチェンジしていきます。じゃあこのサイドチェンジの真ん中のセンターのところ、センターのガイドを作ったところからつなげていく感じですね。ただこれだけなんでちょっとめっちゃ簡単です。一回ね、軽くない方でやってそれから軽さを出した方がいいです。絶対一回重めで切ってからやった方がいいです。ですがガイドをまず見ます。これがガイドだなって、ちょっとガイドもボケてっちゃってるんですけど、ぼかしながら切ってるんで、はい、このガイドに合わせてサイドチェンジをしながら、こっちに、これは難しいかな、ちょっとここで動かしながらこの球体で切っていくんですね。で今度は今顔周りの方にやったので、今度開いた位置に持ってきて、まあ、難しい方はね、イヤートゥーから前と後ろで分けた方がいいかもしれないですね。開いたやつをそのままこっちにサイドチェンジして、でこのガイドのセンターのガイドのところに合わせて逃がして切るっていうだけのカットで、あ、じゃあそれもできないなっていう方は、じゃあもっと少なくしてやります。で、じゃあもっと少なくするっていうのはどういうことかっていうと、センターのガイドは決めたのでさっき作ったと思うんですけど、そのじゃあイヤートゥーの前だけをまずやるっていうのもいいんです。イヤートゥーから前のところだけをでこっちに移行して、ここのところを動かしながらこうやって切っていくってことですね。でこっちもイヤートゥーから前だけを、これだったら少ないんですごいやりやすいですね。この開いた位置、これが反対がここで、こっちはこっちとかってやっちゃうとあべこべになっちゃうので、こういうことですね。引き出す角度がこっちは横なのにこっちは前やるとか、こっちはここだと同じ位置で同じ角度でやった方がいいですね。なのでまあ一番わかりやすい真横でやりました。なのでこっちも真横でいきます。はい、ガイドはここです。でここをほとんどこの後ろはベースで届かないので、ちょっと横見てもらいたいんですけど、こっから後ろはまあ後ろで切るぐらいでいいと思ってください。これ前に持ってきてもいいんですけど届かないので、でここを斜めにしてゴールデンポイントからギューッとイヤートゥーのところまで引っ張ったラインを、今度先ほどの前切ったところの場所までオーバーダイレクションさせて、先ほどの場所までオーバーダイレクションをさせて、で先ほどのガイドに合わせて切るっていうだけです。絶対イヤートゥーより後ろには持っていかない方がいいです。で先ほど顔周りのところのパネルだったんで、こっちに持ってきて、ガイドがちょっとここにあるんですけど、そのガイドのところを R2 セニングでぼかすって感じです。で今度はまた同じようにここのゴールデンポイントまでつなげた位置ですね、はい、ゴールデンポイントまでつなげたところと、このイヤートゥイヤー、そして前に先ほど切った、この方が分かりやすいですね、長いからなかなかできないんですけど、
先ほどイヤーツーで切ったところをガイドにします。その場合はこうなります。正面よいしょ。でここから反対側にギューッと移行してきて、分からなかったら一回ガイドを引き出した方がいいですね。あ、ここだなと思ったらそこから切っていく。ここはこういう風にない、まあちゃんと巻いてないけどね、はい、でこれで韓国系の感じができるんですけど、じゃあくびれはどうするのかって話なんですよね。で、僕はね、彼女の場合あんまりね量すきたくないんですよ。理由としては量があった方がスタイルもいいし身長もあるんで、あんまり結構スカスカになっちゃうとバランスが悪いんで、結構毛先に重さが欲しいですよ。だからあんまりすきたくないんですけど、ただどうすごい重いんでここら辺のくびれが多少あってもいいのかなっていうのがちょっと思ってるんですよね。なのでその部分をどうするのかっていう部分ですね。そこをちょっとやっていきたいと思います。でこの表面の重さで押さえていきたいので、これで少しくびれが出てるんですよ。逆に下の量が重く見えるんですよ。ここを減らしていくと、ここに対して毛先の重量が重くなるからバランスが良くなって、よりすごくスタイルがよく見えたりとか、シュッとこう見える感じになります。でこれで巻いていけば、ここがこういう風な韓国っぽいくびれがつく。はい、あ、いやいや、全然それをやっていけば、だここを取るっていうのがいいと思うんですよね。なんでサイドは取る必要がなくて、本当にこのバッグの重いところですよね。そこの部分だけをこういうテイクセニングの方法を使っていくことによってくびれがつく。で昔はこれをハイレイヤーで作っていたってことですね。こういう90年代の時は、はい、ということで今は巻くことが多いんでね、やっぱり見えない素材を入れていくっていうのが僕はベストかと思いますけど、ここのレイヤーの感じとかも、うん、なってるかな。でちょっとこれ撮ってみるか。はい。でここのくびれがちょっと彼女多分見えてないと思うんだけど、ここのくびれが入ってるんですよ。で今までは彼女毛量が多かったんでこうなってたんですね。こういうイメージを皆さん思い浮かべてください。これとこっち、どっちが可愛いと思いますかね。僕はこっちの方が可愛いと思うんで、ここをキュッて入る方がキュートな感じにすると思うんですよ。ちょっと華奢な感じというか、でもこっちはなんかドーンって感じに見えるんですけど、こっち華奢に見えますね。こっちの方が可愛いと思うんで、ここはやっぱここの量を取るテイクセニングが有効かなと思ってます。でここのくびれスタイルが本当簡単にできるんで、ちょっと見えないでしょ。こうやったら見えるかな。あ、ごめん、見える、韓国みたい、見えます。ここちょっとくびれたでしょ。はい。でそれみたいな感じになってます。で前髪は多分こういう感じだと思うんで、このぐらいだと思いますよ。このここで切ってもいいけど、切んない方が多分韓国っぽいと思います。なんでこんな感じだと思う、カットラインはね。ですね、はい。なんであとはじゃあちょっと前髪なんか微妙ですね。